日本北海道石狩郡東別町、青山青山は北海道石狩郡東別町の地名。青山橋以北の東別川沿いの地域である。青山地区の面積は東別町の領域の60%以上を占める。競技の青山は青山橋以北、水田の沢以南の地区を指す。当初はより北側に広く海運橋付近までが、 青山とされていたが、1919年に縮小された。地区の歴史は和人による入植が始まる以前に遡る。1881年、月形村でカバト州時間が開庁されたのに伴い、東別からカバトまで物資運搬のための仮道が改作された。新設された。 呂船場で東別川を渡り、中山の沢から山越えするルートであるしかし、その実態は、ささがりして、人が通れるようにした程度のものだったため、南隣の弁火別に出ることすら容易ではなかったという。なお、呂船場を経営するように命じられたのは、青山重太郎であり、彼の名にちなんでこの地区を、青山と称するようになった。1893年に、 一帯の管理指定が解除され、新潟県より、塩尻吉太郎ら3個が、地区の南部に入植する。翌1894年には、青山共有地、川崎農場、野村農場などが設定されたほか、徳島県から中山慶太郎ら後から6個の入植者を迎え、以降も入植が続いていく。開拓当初の住居は柱を用いない、小神小屋で、作物は、 食料確保を第一に考えまくだけで育つ稲木日が中心という質素な暮らしぶりだったが地区の人々を悩ませるものは生活区以外にもあった。カバト周時間の脱走者が必ずと言っていいほど青山を通るのである。凶悪な犯罪者たちは食料と衣類を要求し断れば乱暴を働くものだから住民たちは素直に要求に従った上で早く立ち去らせた。 また先に抜け感の知らせが届いた際は、明かりを消して、数班に分かれ、石膏を出し、鎌、桑、竹槍棍梱包など百姓一騎のような武装して、警戒に当たったという。こうした苦労をはらみつつも青山部落は人口を増やしていき、1896年に29個だった。ものが1901年には93個、1907年には153個を、 数えるまでに至った。ただ、元々大きな団体移住が行われた地域ではないことと、ある程度儲けたら移転しようと考えるものが多かったことから、その後個数は減少していった。農業については、主食が確保されるようになってから、換金作物が作付けされるようになり、朝がその首位を占めた。連作のせいで、朝の生育が悪くなると、明治時代の末頃に、 雨や豆類へと転換し、第一次世界大戦の頃には、良い収入源となった。しかしこれも長続きせず、変わって、二分もぎやゆりの栽培が試みられたが、ほとんど失敗に終わった。作物の転換と衰退を重ねてきた、青山の農家は、ついに水田を作るしかないという結論に達したが、東別川の水利券はすべて川下の住民たちに、抑えられていたため、 窮地に追い込まれた。そこで沼の沢にダムを築造し、その水を一旦東別川に流してから川崎農場のところで再度組み上げるという手段が取られた。これが1961年のことである。かつて海運橋以北の地域は青山奥と呼ばれていた。そこから1919 19年に一番川以北、大袋以南が二番川部落として分離した。 1928年4月には、それまで南の青山部落に含まれていた沼の沢までが青山奥となる。1941年5月に町内会部落会の規定を一部改正したとき、青山中央という名前が部落会に付けられた。地区の開拓は1894年、野村小江門が富山県から家族や小作人を伴って入職したことに始まる。 当時の青山奥は、鬱蒼とした森林地帯であり、東別に通じる道路がなかったため、生活必需品の買い出しには、東別側に沿っておりながら40回以上も塗装を繰り返さなくてはいけなかったという。翌1895年春、野村は、片雪の時期を選んで、青山奥から千雷大津までの道路測量を行い、雪が溶けてから仮道を切り開いた。 青山奥から東別まで出向くよりは、このカバト狩り道を使って月形に向かった方が距離が近かったのである。1907年、月形村と厚田村を結ぶ家庭剣道岩圧線が青山奥を通過して開作されることになり、後に海運橋が架けられるところに関節の都線上ができた。その初代取扱人には野村小右衛門が任命された。また、 同年11月には、青山奥駅停車が開設されている。1910年に、浜松港線が大袋まで開通すると、多数の人々が入地するようになり、開拓を加速させた。農作物は、青山部落と同様であり、まずは、自家食料の確保のため、麦類、豆類、稲切りとうモロコシそば、ジャガイモ、カボチャなどが作られた。 1897年頃からは、監金作物として、朝が広まり、青山奥の大麻の青は、木として、有名になったが、この産業は、大正時代中頃に終わった。その後に作られるようになった青エンドウや、あずきなどの豆類は、第一次世界大戦の影響で価格が高騰し、遠く、札幌や小樽から、仲買人が札束を手にして殺到する事態となり、農家は、 笑いが止まらなかったという。しかし終戦と共に不況が訪れたことで、豆時代も終焉を迎えた。農民たちの目は、水田経営に向けられるようになり、用水路の開設が相次いで、1921年頃には、平坦部農地の大部分が水田となった。水田経営が確立すると、農家経済も安定するようになり、それまで激しかった住民の転出も落ち着きを見せた。 また、青山奥は林産に恵まれた土地であり、1925年に王子製紙との間に、製紙原料材供給の長期契約が結ばれ、造材作業は陶器における農民たちの現金収入の手段となった。1926年9月28日に、青山奥人城小学校の校舎、増築落成式が挙行された際、 石狩市町長,長や東別村長などの要人が参列していたが、ちょうどその時に青山奥都線上で住民女性2名が乗った船が転覆したという知らせが届き、過労うで救助が間に合ったということがあった。水難事故を目の当たりにした要人たちは佳境の必要性を認識し、これが契機となって1929年に海運橋が架けられた。太平洋戦争終結後、 青山中央以北は緊急開拓の地として取り上げられ多くの入職者が送り込まれることとなった。そこで東別町は奥地開発の利とするために簡易軌道の付設を目標として掲げ、1950年7月11日には東別から青山中央までの営業が運行開始した。さらに1952年には大袋までの全線が開通したが、 東別川沿いを走る路線のため水害が相次ぎ、復旧費用の増加から、この東別町駅道は1956年3月31日をもって終了した。その後、交通の主体はバスへと移行し、青山中央には、郵便局や町役場出張所、診療所などもできて、利便性が高まった。だが、 1954年に964人を数えた人口はやがて徐々に減っていき、1964年に763人、1974年に491人、1984年に292人、1999年に102人となる。そして東別ダム建設に伴う農会店が進み、2000年には青山中央自治会が解散となった。 元は青山奥の一部とされていたが、1919年に一番川、伊北、大袋以南が二番川辺となり、1928年に二番川区と解消された。1895年、岡田農場、鈴木農場、久保農場が設定され、小作人を募集した。こうした農場地は主に二番川伊北であり、川より南は、 個人個人に払い下げられて、入植を受けた。最初の入植者は1900年、ユニチョウなどから移住してきた、吉野紀一郎や大久保松之助ら13個だった。開拓当初は、他の部落同様に自給自足の暮らしで、まだ米は作れなかったため月型の地雷をつえと、買い出しに行く必要があったが、笹やぶをかき分けての山越えに際しては往復で、わらじ散足を吐きつぶしたという。 主だった、販売作物は朝であり、青は木にしてから、後の青山中央あたりまで担ぎ出し、仲買人に売った。1904年8月、札幌の千崎組により大袋までの浜松道路が、開通し、さらに1908年には小番川まで竣工するに、及んで、ようやく交通乗りが得られるようになる。1919年、初めて二番川部落で水田ができる。 また、大正時代には一時、先にや、石炭も産出されたが、産業として耐性することはなかった。1933年に70個を数えた、入植者はその後次第に減少していき、太平洋戦争終結前には20個余りとなった。しかし戦後には、本州からの移住者向けの集団機能を受け入れ本部が、東別町に設けられ、 1946年から1949年にかけて59校二番川部落に移住させた。その全員が定着したわけではないので、1972年時点での農家は既存と合わせて52戸となっていた。三番川、四番川、五番川の一円は、かつて奥東別と呼ばれていた。1954年によくあたり別の南部を三番川、 北部を4番側と称する2部落に編成した。3番側部落の開拓は1905年頃、リモデン農場などが設置されて、小作人を導入したことで始まった。しかし、地味が悪い上に交通も不便とあって定着するものはなく、耕地は荒廃していった。大正から昭和にかけては、2から3個の農家が出入りして、ジャガイモを育てていた。太平洋戦争終結後には、 緊急開拓指定地区となり、1946年初頭に、広島県からの開拓移民船検体が、現地入りして、農場跡地の小屋に仮住まいしながら、本体の到着を待った。また同年には、カラフトから引き上げて、糸向か鉱山で働いていた、菊池や岡崎らが、滝川から四番川を経て移住し、開墾を始めた。1950年秋。 洪水が発生して床上浸水の被害が出たほか、作物にも打撃を受けた。1952年春、富良野町、秋田県、新潟県から各団体移民があって部落は42個まで急増し、すでに並行していた三番川小学校が復活する運びとなった。三番川部落の最盛期は1954年で、開拓当初は1個あたり約40から50。 ヘクタールを開墾していたものが、この年の構築角割は1個あたり9から10ヘクタールと定められた。1956年に青山ダムが築造され、水没地域にあった農家は転出したものの、道路の改修や電気、電話の付設など、部落が受けた恩恵も大きかった。1958年、北海道大学の矢島教授の経営診断により、落農が進められ、 一個平均2から3頭の地中を買い始めたが、当期間は、豪雪のせいで2番川までの輸送もしばしば滞るため、3から4年で終わりを迎えた。また、寒冷地に適した食用油輪の栽培は一旦成功したものの、2から3年で価格が暴落してしまった。さらに水稲栽培に活路を求めたものも、1969年の例外で大打撃をこむった。 相次ぐ作物転換で全農家は莫大な借金を背負い、もはや将来の目処も立たなくなったため、部落を挙げて離農することが決まった。1971年に全農家が三番川を去った。1906年、武全国から美バイ田に移住していた小倉氷二郎は、東別太市に移住していた同郷の小倉聖太郎と小倉重二郎を誘い、 4番川部落の開拓を始めた。同年には彼らの他に4個が入植しており、合計で7個となっている。1908年、大袋と浜松村を結ぶ道路が開作されたため、小倉表次郎は農耕の傍ら商店を開設して、浜松から仕入れた品物を販売した。同年には部落の個数が22個に達し、子供の人数も増えたので、仮校舎を建てて、 教育を始めた。このブラクリツの私塾が、後の四番川小学校の原型である。1926年に浜松への水道が完成し、交通の利便性が増した。現在はすべて廃止されている。現在はすべて廃校となっている。ありがとうございます。